はいどうも皆さんこんにちは。今回は日露戦争が勃発した理由についてお話ししていきます。日露戦争という名前は知っているけど、なぜ戦争になったのかを知らない人は多いと思います。今回の動画で日露戦争勃発までの流れを確認していきましょう。日露戦争が起きる10年前、日清戦争が起こりました。この戦争に日本は勝利、講和条約として下関条約を結びます。しかしここで待ったをかけたのがロシアでした。ロシアは不凍港、つまり凍らない港が欲しいと考えており、両島半島あたりの土地を狙っていたのです。しかし下関条約で日本が清から両島半島を譲り受けることが決定。ロシアにとっては都合が悪いことでした。ということでロシアはドイツ、フランスを誘って両島半島を清へ返せと日本に圧力をかけます。当時の日本はまだこれらの大国に対抗できるような力を持っていません。結局圧力に屈して両島半島を清へ返還することになります。このような国際情勢を見ていた朝鮮では、ロシアは強い、ロシアと協力して日本を追い払おうと考える人が増えていきます。こうして朝鮮ではロシアの影響力が強まっていき、ロシアは日本が朝鮮で行っている内政改革はダメだ、朝鮮の独立という約束に反していると主張して日本に圧力を加えるようになります。当時朝鮮で外交事務を行っていた井上馨はこのようなロシアの圧力を受けて朝鮮の内政改革に行き詰まってしまいました。結局朝鮮の改革から手を引いて帰国することになり、代わりに三浦五郎という人物が新たに朝鮮駐在公使となりますが、その後も朝鮮はロシアと協力して日本勢力を追い払おうとしていました。これはまずい、そう考えた三浦五郎は一発逆転を狙います。ビンヒ暗殺事件です。国王の高宗とその妃のビンヒがロシアに接近しているならば、クーデターを起こしてビンヒを排除してしまおう、そう考えた三浦五郎は朝鮮の公使館員や日本の軍人、ビンヒに反感を持つ朝鮮人と共にビンヒの排除を計画します。しかし情勢を考えると日本が表に立つのは得策ではありません。そこで三浦五郎は高宗の父である太陰君を担ぎ上げて、太陰君の指示のもとに起こされた朝鮮政府内の権力闘争のように見せかけようとしました。こうして日本の守備隊や公使館員は王宮に侵入、なんとビンヒを殺害し、死体に石油をかけて焼き捨てるという暴挙に出たのです。しかし事態は三浦五郎の思った通りにはなりませんでした。暗殺現場を複数人に目撃されたため、朝鮮政府内の権力闘争だと偽装する作戦は失敗したのです。日本から派遣された駐在公使が不任国の首都で王妃を殺害するという驚くべき行為により、日本は国際的に厳しく批判されます。この批判を受けて日本政府はビンヒ暗殺事件の関係者を日本に召喚し裁判を実施。しかし証拠不十分で関係者は全員無罪。当然ですが朝鮮では激しい怒りが高まり、反日感情が強まっていきました。妃を殺害された高宗は日本に対して恐怖と憎悪の感情を抱きます。ということで高宗は漢城にあるロシア公使館に避難しました。こうして高宗はロシア公使館内で政治を行うようになり、ロシアを後ろ盾とした政権が発足、日本の影響力は一気に低下してしまいました。結局高宗は1年間ロシア公使館内で政治を行った後に現在の特需給へと移り、皇帝に就任。ここでもはや朝鮮は真の属国ではない、一つの独立国だということを世界に表明するため、国号を朝鮮から大韓帝国へと改めました。これ以降大韓帝国は皇帝高宗による君主専制国家を目指していくことになります。それでは目線を清に向けましょう。日清戦争の結果、清はもはやいつ目を覚ますかわからない眠れる獅子ではなく、日本に負けるほど弱体化した国だということが分かりました。こうして世界の情勢が大きく動いていきます。欧米列強の国々がこぞって中国分割に乗り出したのです。ドイツが広州湾を咀嚼すると、ロシアが三国干渉によって日本から返還させた旅順大連を咀嚼、フランスは広州湾を、イギリスは九龍半島と伊海英を咀嚼しました。それを見ていたアメリカは国務長官ジョン・ヘイの名前で清に対する門戸開放、機会均等、領土保全を宣言して列強の清国進出に介入する姿勢を示しました。要するに
俺も仲間に入れろというわけです。この頃の秦の状況はどうなっていたかというと、皇帝は皇叔帝でしたが、政治の実権を握っていたのは叔母の聖太后という状況でした。要するに皇叔帝は聖太后の操り人形だったのです。しかし皇叔帝は列強の秦国進出を見て、これはまずいと考えており、自ら政治改革に乗り出します。日本の明治維新はすごかった、日本の改革に倣って立憲政治を取り入れよう、そう考えたのです。しかしすでに権力を握っている聖太后がそんなことを放っておくわけがありません。聖太后たちのクーデターによって皇叔帝は監禁され、改革運動は完全に挫折してしまったのです。このような情勢の中で秦では列強の中国分割に反発し、民衆レベルでも外国人排斥の動きが起きます。義和団という宗教勢力がキリスト教はダメだ、西欧文明の広がりこそ庶民の生活を苦しめる災いの原因だと主張して、不秦滅洋、つまり秦を助けて西洋列強諸国を滅ぼすという言葉をスローガンに外国人排斥の運動を行っていきます。この運動は徐々に広がって、最終的には宣教師が殺害されたり、教会が焼き打ちされたりという暴動に発展。北京ではドイツ公使や日本の公使館職員が殺害されました。このような状況を受けて秦の聖太后はなんと列強に宣戦布告、義和団に共感していたこともあり、むしろこれを利用して列強の支配を排除しようとしたのです。日本一国とさえ満足に戦えなかった秦国が列強に対して宣戦を布告するなど誰も予想できませんでした。早く援軍を送らなければ、列強はそのように考えましたが、当時イギリスとアメリカは別の場所で戦争をしていたため十分な軍勢を投入できません。ドイツフランスも本国から兵力を輸送するには時間がかかります。ということで大軍を送れるのは日本とロシアだけでした。しかし日本は出兵をためらいました。もしもここで兵を送ったら列強は感謝するどころか日本の野心を疑って国際的にますます孤立するのではと心配したからです。このような日本の心配を受けてイギリスは各国に呼びかけて日本に出兵を要請。これを受けてようやく日本は大軍を派遣、8カ国連合軍の中に名を連ねて鎮圧に乗り出します。連合軍は天津を攻略し、北京に総攻撃をかけて外国の外交官や居留民を救出。もちろんですが連合軍の勝利に終わりました。この戦いで日本は列強帝国主義の一員として肩を並べることに成功し、列強に対して日本は使えるという印象を与えることに成功します。こうして日本は列強に認められ、アジアにおける反帝国主義運動を抑圧するための役割を担うことになりました。これを極東の憲兵と言います。このような義和団による反乱の結果、列強による秦の分割はさらに進みました。特にロシアはこの混乱に乗じて大軍を満州に派遣して事実上占領しており、義和団の反乱が鎮圧された後も十数万人の大軍を満州から引くことはありませんでした。これは日本からすると有識事態です。当時の日本は韓国を勢力下に置こうとしていました。それなのにロシアが満州から兵を引かないとなると軍事的緊張が高まるからです。こうして日本は韓国問題と満州問題をめぐって正面からロシアと対立することになっていきます。この時の日本国内では2つの意見が出てきました。1つ目は日露協商論、2つ目は日英同盟論です。日露協商論の中心人物は伊藤博文と井上馨で、ロシアと敵対することは得策ではない、ロシアの満州における自由行動を認める代わりに日本の韓国支配を認めさせようと考える、いわゆる満韓交換論でした。日英同盟論の中心人物は桂太郎と小村寿太郎で、ロシアを抑えるためにイギリスと同盟を結ぶべきだという考えでした。かといって彼らが対立していたわけではなく、お互いに補完し合う形で伊藤博文がロシアと、小村寿太郎がイギリスと交渉を行いました。結局ロシアとの交渉はロシアが満韓交換を拒否したため行き詰まったのですが、イギリスとの交渉は驚くほど順調に進みます。この頃のイギリスは圧倒的な工業力と軍事力を背景にどことも同盟を結んでいない国でした。当時のイギリスはロシアと世界各地で対立していたので、日本がロシアの味方になったらまずい、日本をイギリスの味方にしようと考えたのです。こうしてイギリスは日本へ接近、日英同盟の成立です。日英同盟の内容は、秦国・韓国の独立と領土保全を認め合う、
日本の新韓両国及びイギリスの新国における政治的経済的特殊利益を互いに守る。もし日英のいずれかが第三国と戦争を始めた時は、他方は現世中立を守る。さらに二国以上と交戦した時は援助を与え、共同して戦闘に当たるというものでした。特に重要なのは三つ目と四つ目で、もし日本がロシアと戦争を始めた時は、イギリスは中立を守る。さらにフランスのような国がロシアに味方した時は、イギリスは参戦するという内容に読み替えることもできます。日英同盟締結に衝撃を受けたロシアは、清に対して3回に分けて満州からロシア軍を撤退すると約束しました。しかし1回目の撤兵が行われた以降は、撤兵するどころかむしろ兵力を増強する動きを見せ、韓国国境を越えて軍事施設を作るなどしており、日本国内ではロシアへの反感が一段と高まります。有力新聞の多くが日露戦争開戦を主張し、開戦を決断しない政府は弱腰だ、開戦に反対している伊藤博文は引退しろと批判しました。しかし政府の指導者たちは誰もロシアとの戦いに自信を持てません。なんとか交渉を行っていきますが、日露両国ともに満足できる内容にはならず、戦わなければならない状況に追い込まれていきます。日本はまさに存亡の崖っぷちに立っていました。こうして日本では御前会議が開催され、ことここに至りてはやむを得ない、日本は自衛のため、そして権利を守るため必要と認めた行動を取るとして日露開戦が決定。こうして日本の命運をかけた日露戦争が始まったのです。